にちは。はじめまして。私たち新生アイドルユニットミックスジュースです。皆さんどうぞよろしくお願いします。夏はひまわりです。元演歌歌手です。渡り渡ってアイドル家業、歌は変われど拳は心、冬でゆり、よろしくね。私にとって歌うこと踊ることは呼吸も同じなんだ。生きてくステージは音楽だけ。そんな私のソウル感じてほしいよ。秋もあやめです。優しい曲が好きです。空の色とか空気の匂いとか、日常の中でふと感じた素敵なこと、そんな気持ちで歌います。皆さんにも伝わるといいな。みんな覚えていてくれた？春の桜アイドル復活です。やっと会えたね。ずっとずっとみんなに会いたかったよ。今日はちょっと大人になった桜を見てってほしいの。それじゃあ最初は聞いてください。私のデビュー曲、真冬のひまわり。何言ってんのよ。マイク貸してよ。最初は私。違う違う、さくらよ。お友達に歌うの。あー、皆さん喧嘩はダメです。妖精さんに決めてもらいましょうよ。私が歌えば争いもなく円満解決。妖精ってなんだよ。っていうか変な自己主張しないでよ。そうよ、どさくさに紛れてずうずうしいんだよ。こんな口喧嘩にマイク使うくらいならその間私に歌わせて。わかった。それじゃあじゃんけんで決めない？じゃんけん？なんかガキっぽ。じゃない。子供っぽくてやだな。って、あんたまんま子供じゃん。皆さん、妖精さんの声は聞いていただけないんですか？もう一勝負。じゃんけん。ポーン。あら、またあいこですよ。ちょっとあやめ、そのポーっての気が抜ける。やめて。ほんま。っていうか今気がついたんですけど、アイコの場合はアイコでしょじゃないですか。そういえばそうかも。
ことどうでもいいじゃん。いいからさっさと決着つけようって。そうでした。今度こそ買ってマイクを獲得しますよ。させるか。それじゃあいくよ。じゃんけん、パーン。でまたあいこかよ。どこがいける素材なんだ。まだステージ上でじゃんけん続けてるぞ。おいあんた、この僕をデパートの屋上に遊びに来てるどっかのお子様だとか思ってるだろう。博士博士、ここで怒ってちゃお話が進みませんよ。そうだった、キクちゃん。5本君だね。マイケル花形がミックスジュースの後を頼んだ新米マネージャーくんってのは。ああ、お兄さんだったんですね。マイケル花形さんの代わりなんて言うから、キクてっきりおじさんが来るんだと思ってました。僕はつくもすむ。彼女たちを月へ送る科学者だ。そして彼女はキク8号、僕の助手兼技術試験衛星だ。はい、キク8号です。キクちゃんって呼んでくださいね。そういうわけだ、よろしく。何ほうけてるんだ。僕らのことはマイケル花形から聞いてるだろ。僕の年齢のことだったら言うなよ。知識と技術とそれを生かす発想力さえあれば実年齢なんか関係ない。そして僕には技術も知識も発想力も十分すぎるほどにある。問題は何もない。分かればいい。じゃあ自己紹介はこれくらいにして、君の見解を聞かせてもらおうか。あのミックスジュースたち、はっきり言って本当に売れるのか。やる気？そんなことあのトークだけでわかるの？そうですね、すごい迫力です。そんなものなのかな。君、新米マネージャーって話だったけど、結構ベテランっぽいこと言うね。ま、担当の君がそう言うんならいいや。先に言っておくけど、僕はそっちには関与しないからね。芸能関係には興味ないから。1969年、人類は月面に歴史上大きな飛躍となる小さな一歩を記した。なんていうのは嘘っぱちだ。あんなの特撮でいくらだってできる。僕は騙されないよ。人類はまだ月の土を踏んでいない。僕はそれを証明し、僕の技術で人類最初の月面着陸を成し遂げたい。それも母体である地球を傷つけないやり方で。人間は
詞なんです。時期が来れば空へ散ってゆく植物の胞子のように、人間も時が来れば自分の力で宇宙へ拡散していかなきゃいけないんです。だけどそれは今あるロケットのように化石燃料を燃焼させ二酸化炭素をまき散らすようなやり方じゃ、人類の母体である地球を傷つけるようなやり方じゃいけないんです。地球を傷つけることなく自分の力で大宇宙へと拡散していく、これこそが博士の理想、正しい宇宙への旅立ち方なんです。よくできました、キクちゃん。教えてもらった通りに言いました。さて、僕の持論は今キクちゃんが話した通りだ。だが残念ながら現在までの宇宙開発にはそういう意識が欠如している。これでは宇宙になんて行けるはずがない。よって人類はまだ月面に到達していない。そこでだ、僕はこの手で月に人類最初の人間を送り込みたい。そして僕の理論の正しさを全世界に証明するんだ。ライブの方は僕には大して意味はないんだけど、そんな付加価値でもあれば僕の主張もより注目されるだろうからね。そうだから君にもミックスジュースを全世界で通用するアイドルに仕立て上げてもらわなくちゃ困る。自信はあるようだね。楽しみにしてるよ。それじゃあ僕らはこれで打ち上げ実験でまた会おう。行くよ、キクちゃん。それではマネージャーさん、今後はどうぞよろしくお願いします。
私たちのステージを。苦
しく辛いものだ。時にぶつかる人情に涙がこぼれることもある。はあ、生きててよかった。そっきゃあもう聞くも涙も語るも涙。私の人生は演歌そのもの。歌に厳しく人情に熱い師匠のもとで歯を食いしばり、耐えて耐えて耐え抜いて、やっと手に入れた歌い手家業だけど、それすら甘くはなかったのです。歌だけじゃおまんまは食べられない。巡業の合間はバイト残飯、力仕事は当たり前、道路工事に交通整理、青物市場に宅配便、思えば何でもやったっけ。そんな生活に明け暮れていたある。とうとう私は、いえ、ますます体力がつきましたが、とうとう花形さんにスカウトされてしまったのです。生まれちゃ消える流行り歌、童謡は星の数だけど演歌は時代の良心です。命絞って歌います。夏はひまわりデビュー曲、真冬のひまわり、どうぞ聴いてください。そうですか。すいません、つい熱くなってしまいました。そうですか。いや、照れます。今何かおっしゃいましたか？次回ワンダバスタイル第2話、師匠の花道、ワンダバスタイルアゴー。ワンダバスタイル第2話、師匠の花道。はい、そうでしたね。北の町は人情があったかいですね。ごもっともです。地方に自ら足を運び、
お店の店頭で皆様と触れ合いつつ歌う。そうやってお会いした各地の皆様がありがたい熱いファン様になってくださるのだと、私の師匠はいつも言ってました。気がつかなかったんですか？ゆりはさっき店頭ライブをやった CD ショップに残りましたよ。なんでもこういった地方都市には掘り出し物の中古レコードが結構あるとかで、それからさくらは途中にあった土産物屋に入ってっちゃいました。この地方のご当地限定ナマハゲケテイちゃんのぬいぐるみが見てみたいからって。それからあやめは妖精さんに導かれ、飲食店方面へふらふらと。理由は私には分かりません。ご挨拶するお店があったんですか？ああ、そういえばまた商店街ですね。あれれれれれ？もしやこの商店街は花道商店街というのでは？昔来たところなんです。この風景、師匠のアルバムにあった写真と全く一緒なんですよ。師匠言ってました。花道商店街での街頭リサイタルが人生の転機になったって。ここで初めて歌った歌が大ヒットしてようやく日の目を見たんだ。話です。そうだマネージャー、私にここで歌わせてください。師匠の思い出のこの商店街で私演歌を歌いたいんです。
匠も聞いたのね。ありがとう。ありがとう、花道商店街。きっと私も進んでみせます、師匠の通った花道を。広い運動場もあるから実験にはもってこいだね。でも金魚すくい、次回ワンダバスタイル第3話お祭り発送、ワンダバスタイルアッ